定館第94番Thank you.
ではこれからシェロリングの閉会式を行いたいと思います。では中川先生にお祈りの方をお願いいたします。それでは一言になります。恵みの主なる神様、この清らかな時をあなたに感謝します。また全ての人の心に愛と平和を思うと心を与えてください。そして誰と接する時も優しさと温かさを持って人と向き合う私たちとしてくださいますように。今日の私たちの歌声があなたの御前で覚えられ、そして御前の訪れを共に待つその自信力として私たちの奉仕をこのことで確認してくださいます。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御前によってお願いいたします。アーメン。中川先生ありがとうございました。それでは、本日のキャロリングはこれをもって終了させていただきたいと思います。本日は皆様ご参加いただき本当にありがとうございました。この後、特別会館前の方で、世界のキッチンというプロジェクトが、無料のスープを、用意しておりますので、皆様、キャンドルを、院にお渡しした後にぜひそちらの方に、向かっていただければと思います。それではこれで。